将棋の藤井聡太竜王に伊藤匠七段が挑戦する第36期竜王戦七番勝負第1局が10月6、7の両日、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で指され、藤井聡太竜王が先勝を飾った。3連覇を目指す藤井聡太竜王は、同学年の挑戦者をノーミスで圧倒。対局中に提供された渋谷対局恒例のハロウィンスイーツにも舌鼓を打った様子で、すごく美味しかったです、と満面の笑みを見せた。21歳の絶対王者、藤井聡太竜王と、20歳の新鋭、伊藤七段の激突となった今期の七番勝負。開幕局は、先手番となった伊藤七段の誘導で、相掛かりの出だしとなった。藤井聡太竜王は、相掛かりになれば本譜の形も考えられる展開なのかなと思っていた、と言い、駆け引きの多い最新系の将棋へと展開していった。難解な中盤でリードを奪った藤井聡太竜王は、無理のない自然な攻めでリードを拡大。アベマの将棋 AI が美しい藤井聡太曲線を各鑑賞を飾った。アベマの中継で解説を務めた森内俊之九段52はお互いの研究がぶつかり合い、一歩も引かない最先端の応酬で見応えがあった。研究が離れてからも一手の密度の濃い、最善手以外は苦しくしてしまうような綱渡りの将棋だったが、藤井聡太竜王が8筋と1筋の折衝で巧みにポイントを稼いだ。そこからは暇のない形でまとめ切り、初戦からノーミスに近い素晴らしい内容だったと思う、と総括。伊藤七段は初日の長考後の一手に、かなりおかしな手だったのかなと思っていて、そこから自信のない展開になってしまった。もう少し内容の良い将棋を指さないといけない、とほろ苦いタイトル戦デビューの一局を振り返っていた。防衛へ白星発進を遂げた藤井聡太竜王は、自信のない展開だった、とコメント。次戦へ向けて第2局は先手番になるので、対局に向けて準備をして良い状態で臨めればと思います、と意気込みを語った。終局後のインタビューでは、対局中のおやつに選んだハロウィンスイーツの感想を求められる場面も。第1局では、対局場が設けられたセルリアンタワー東急ホテルのハロウィンスイーツコレクション2023の中から、ジャックオーランタンの飾り付けが目を引く、かぼちゃのプリンと、愛らしい一つ目お化けを片切った、ジョリファントム2層のチーズケーキを注文。対局中の厳しい表情とは一変した笑顔を見せ、今年の新作をご用意いただいたということで、それをいただきました。どちらもすごく美味しかったです、と話し、この時期ならではのスイーツもしっかり楽しんだ様子だった。激戦の直後ながら満面の笑みでスイーツの感想を語る藤井聡太竜王に、ファンもほっとした様子、そかよかった W、幸せになる笑顔ありがとう、本当に美味しかったんだね W、良い顔で風格もあるのに。可愛いじゃないか、笑顔まぶしい、よかったよかった、などのコメントが寄せられていた。次戦は10月17、18日、京都市の総本山仁和寺で予定されている。しっかり振り返って第2局に向け準備、竜王戦第1局藤井聡太七冠が先勝11日には8冠に王手をかけた大一番王座戦第4局。将棋の藤井聡太七冠が竜王戦七番勝負第1局で挑戦者の伊藤匠七段に勝ち、タイトル3連覇に一歩前進しました。将棋界最高峰のタイトル、竜王。3連覇を目指す藤井聡太七冠が、同じ2002年生まれの同学年、伊藤匠七段20の挑戦を受ける竜王戦七番勝負。第1局は東京で行われ、7日午後5時過ぎ、82手で藤井聡太七冠が勝ちました。藤井聡太七冠、指してみると、まとめ方が難しかった。しっかり振り返って、第2局に向けて準備をしていきたい。敗れた伊藤七段は、内容が良くなかった。次はもっと熱戦にしたい、と話しました。先に4勝した方がタイトルを獲得する竜王戦。第2局は10月17日、18日に、京都の庭寺で行われますが、その前の11日に藤井聡太七冠は、史上初の八冠独占に王手をかけた大一番、王座戦第4局に、こちらも京都で臨みます。藤井聡太竜王課題の後手番でも圧勝竜王戦白星発進で11日の王座戦に弾み八冠へ資格なし。3連覇へ好発進将棋の第36期竜王戦七番勝負第1局が7日、東京、渋谷のセルリアンタワー能楽堂で前日から差し継がれ、後手の藤井聡太竜王が挑戦者、伊藤匠七段に82手で勝利し、3連覇へ白星スタートとなった。課題という後手番での圧勝で弾みをつけた藤井聡太は、全8冠制覇がかかる11日の王座戦第4局に挑む。形勢を示す AI の評価値グラフは右肩下がりに、藤井聡太曲線を各圧勝だった。
優勢となってもじっくりと時間を使い、手堅い指し回しで勝利をつかんだ藤井聡太、一局を通して非常に判断の難しい将棋だったと感じています、と振り返った。序盤から動きのある展開になって、こちらが軽い形で抑え込まれそうな展開が続いていて、なかなか中盤にかけては自信の持てない局面が多かった、と反省しつつも、感想戦では笑顔を見せた。伊藤にとっては初のタイトル戦、藤井聡太にとっては初の同学年とのタイトル戦となった本局。振り駒の結果、藤井聡太は後手番となった。戦型は相掛かりに、考えたことのある局面でした、と両者ハイペースに手を進め、序盤から激しい展開となった。1日目の午後47手目、伊藤が2時間9分の大長考で4筋の位を取った、おかしな手だった、伊藤、と悔やむ一手で、形勢は藤井聡太に傾く。2日目に差し継がれた封じ手の局面では、自信がなかった、というが、その後も終始藤井聡太ペースで進んだ。72手目で伊藤の香車を取り、2枚の馬が先手陣に居座ったところで、手厚い形になりそうかな、と手応えを感じた。藤井聡太は自身の課題に、後手番の勝率、を上げている。昨年度の後手番は20勝9敗、勝率6割9分。本局の勝利で今年度の後手番は10勝4敗、未放映のテレビ放送を除く。先手勝率9割超、13勝1敗、には及ばないものの、後手勝率は7割を超えた。11日に8冠をかけ、永瀬拓矢王座と戦う王座戦第4局も後手番となるが、今回の圧勝劇で後手番での嫌なイメージを払拭。偉業達成へ、京都に乗り込む。最短で4日後に前人未到の8冠となる、コンディションを整えて気負わずに臨めれば。王者は、大一番の前にはいつも、気負わずに、という言葉を言ってきた。